はい、どうも、サオでございます。今日はね、またグラスマやっていきたいと思います。前回で最強、前々回でリセマラやったので、今回は序盤ですね。まあ、これで最初の頃にね、気になるワードをつかめるかなと思います。まず、まあ、序盤やるべきことはもう間違いなくリセマラですね。リセマラはまあ、前回の、最強を見てくれて、まあ、アリス選んで、アリスプラスアルファ狙ってくれればいいと思います。で、がやっていくこと。あ、ちなみに毎回も言ってますが、この10ランクの雑魚が何言ってんだってなると思うんですけど、これは3赤目です。はい。で、まずはもちろんストーリーを進めていきますと。で、ストーリーをね、進めていく、まあ、2ぐらいかな。進めていくと、今度、遠征所というものが出ます。で、遠征所では、いろんなね、アイテムが入手できます。で、これはね、時間経過系なので、まあ、寝てる時にやるとか、そういう、まあ、タスクになってくると思うんですけど、遠征をね、していくことによって、このね、フローが解放していきます。こういう風に。で、このギリギリのこの緑のところをこうやって広げていきます。一回一回。で、何回も遠征しているか、まあ、ランクかわかんないんですけど、ここがね、下のね、枠がだんだん解放できて、まあ、遠征のね、効率が上がってきます。遠征はね、ほんといろんなね、ダンジョンのチケットみたいなものだとか、地図ですね。とか、武器とかもゲットできるので、まあ、遠征は本当に時間空いてる時に、もう一応適当に使うと。で、終わったらびっくりマーク出るんで、こっから行って、まあ、再遠征みたいな感じでやれば、もう常に遠征してる状態にしておきましょう。で、ストーリー進めていくと、ランクマッチというものがね、解放されます。これですね。ランクマッチは、時間がね、決まってます。お昼と夜かなで、決まってるんですけど、まあ、チュートリアル始まっちゃった。チュートリアル始まっちゃったんですけど、ま、いろいろね、あるんですが、とりあえずこの現在のランク、ビギナーさんって書いてあるところを、勝利するごとにだんだんね、経験値みたいな感じで上がっていきます。で、報酬がもらえます。で、報酬をもらうんですけど、これ、ランクごとに追加される報酬一覧っていうのは、まあ、これ上がった時にもらえるのかな。まあそういう感じで報酬がもらえます。で、現在シーズン報酬はありませんって書いてあるんですけど、多分これ今後、シーズンという概念が追加されて、まあ多分石もらえないと困るかなって思います。っていうのが、これね、ほんと PVP の対戦なので、まあ、それをね、勝つためには、やはり、強化を行わないといけないというわけですね。で、な、ここまでが本当に序盤はね、これだけ。結局、武器か、ハンター強化した後、まあ、対陣するか、イベントするか、っていう話になりますね。で、意外とまあ、全部覚醒させて、ちょこっとレベル上げとけば、ランクはね、最初の頃はガンガン上がります。なんかよくわかんない編成の人たちいるので、上がりますと。で、じゃあ強化どうやってやるのかっていうと、これはね、ゲリラが来ます。まあ、今来てないんですけど、これで見れるかな。まあこれですね。特別戦闘訓練っていうこのハンマーを使ってね、レベル上げていきます。で、このハンマーの属性は、キャラごとに属性でね、ボーナスがつきます。まあよくあるシステムですね。で、まあこれやってない時にも上げる方法あるんですよ。まあ地図で、こちらの特別戦闘試練っていうものを持っている方は、これ課金で持ってる人かな。1000円のパッケージ、ガチャの方の1000円のパッケージ買うと、このね、チケットを持った状態が生まれますと。これもしかしたら遠征でもゲットできると思う。多分遠征でもゲットできないとおかしいな。うん。で、このチケットを使うのではなく持つことが大事で、持つと、このね、みんなで参加っていうのが選べるようになります。で、これをね、更新すると、こういう風に、出してくれてる人がいるんですよ。課金税だか遠征税だかわからないですけど、出してくれる人がいるので、こう更新で張り付いていると常に強化素材をね、ゲットできるっていうのをちょっとお伝えしておこうかな。で、これで乞食だみたいなの言う人いると思うんですけど、出してる以上入っていいと思うので、僕は全然乞食ではないと思います。で、僕が張ったところでなんか無課金の人入ってきたとしても俺全然何も思わないんで、まあ、一応、ラックがね、高い人には入ってきてほしいみたいのが、後々生まれると思います。ラックというシステムがある以上。
ただ、まあ今のところは大丈夫なんで、ガンガンね、規制できるところは規制してしまいましょう。まあ、規制っていう表現も変ですけど、まあこれは別にいいでしょう。ここでね、ゲリラ来ないときはここで強化すると良いです。この地図から、みんなで参加するといつでもできますと。まあ、マルチでね、マルチ参加で多分貼られてる時はあると思うんですけど、これなかなかスナイプするの難しいと思ったらありましたね。地図クエストで、あ、こっからも行けますね。ただ、ほんと狙って入れるのは、あれ、さっきの地図から飛ぶのが一番効率がいいですね。まあ、なぜかというと、このスクロールして探してる間に、埋まってしまうっていうね、こういう風なことがあるので、地図から行っていくと、まあ、必ずではないですけど、高確率で入れるようになる。常に、経験値を稼げるっていうわけです。はい。で、ラストはね、武器厳選なんですけど、これはね、遠征で地図をね、集めないといけない。武器が落ちる地図というものが存在するらしいです。僕はまだ見たことないです。で、その武器にはいろいろね、キラーとか、ウェポンの、まあ、武器ごとのスキルがあるんですよ。で、そのね、属性キラーとか、種族キラーとかの武器が、あるので、それを狙っていくっていう、まあ、ここからエンドコンテンツではないですけど、まあ一応それなりの強化が終わってレベル上げましたってなった後に、武器厳選しつつランクマッチやりつつイベント、今やってるイベントだったら、この、なんでしょうね。なんでしょうねじゃないわ。覚醒素材。あの、ウルフのやつ。これですね。魔女に使えし苦労人っていうのが、まあ、これキャラ獲得できるクエストなので、まあ、後々攻略も出そうかなと思ってるんですけど、まだちょっとね、アカウント作り直しちゃったんで、倒せないんですけど、まあ、それを挑んでいく覚醒素材は、スケジュールから確認して自分のね、持っているキャラの覚醒素材を入手するために、このね、上級を行く必要があります。で、上級多分本当に倒せないし、AP50 高すぎる。なので、まずは、1体のキャラをレベルマックスに上げてみてください。するとチュートリアル覚醒が始まります。で、このチュートリアルは、どこだ？遠征、まあ。とりあえず強化で上げるんですよ。で、よく来たな。この訓練所でまず強化ができるんですけど、これマックスまで上げると、俺に任せな。勝手に覚醒チュートリアルが始まります。まあ、ここでも注意点があるんですけど、まあ、覚醒チュートリアル始まると、自分が意図せずともそのキャラを覚醒させないといけないです。で、別に覚醒させてもいいじゃんって思うんですけど、まあ、ここで問題になるのが、課金して、ガチャを、この上にあるんですけど、960円のガチャを引いて、覚醒素材と一緒に、キャラを入手した人は注意してほしいです。覚醒素材を入手しているのに関わらず、そのキャラをレベルマックスに上げると、確定に覚醒させられてしまうので、せっかくパックに入っていた覚醒素材が意味のないことになります。まあ、なので、パックで当てたキャラ以外のキャラをまずレベルマックスにして、自動的に覚醒してもらって、で、その後、パックで、覚醒素材をゲットしているキャラを、強化していただくと、まあ、一気に2体のキャラがね、覚醒素材を周回しなくても覚醒できるっていうことをね、ちょっと覚えてほしいです。まあ、これ課金してない人も、最初の1体目は重要だよっていうのが分かっていただけるといいですね。最初の1体目は本当に、アリスとか強力なキャラを、ささっと覚醒できるので、まあ、最初にレベルアップするキャラは、自分のスタメン、にしましょう。まあ、当たり前ですけどね。まあ、これは、本当に課金ガチャの方を買っちゃった人で、多分それを上げてしまうと、罠にかかりますという話ですね。潜在解放に必要な素材をゲットしていきます。で、これでいろいろ伸びるんですよ。オーブとか必要で。ここでね、多分ラックが伸ばせる。まあ、ここちょっとまだよくやってない。あ、そうですね。ラックもここで伸ばせるんですよ。で、ラックっていうのはやっぱりモンストと同じで、ボーナスで宝箱が増えたりします。で、ラックはね、これ100以上いくらしいんですよ。これ大変だよな。うん。てな感じでね、まあ、序盤というよりはゲームシステムを
ざっと紹介するっていう感じでした。まあ、今後は対人とか、まあ、イベントの攻略とかをちょっとね、やっていかないとそろそろやばいかなって思うので、まあ、僕もやっていこうかな。そろそろこのアカウントで進めていくっていう決心がついたので、やっとニセマラが終わったかなって思います。はい。それではね、また見ていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。